おととい県内で2人目となる新型コロナウイルスへの感染が確認されました。感染した男性を乗せたタクシー運転手について県は濃厚接触者としてウイルス検査を実施し陰性だったと発表しました。検査で陰性が確認されたのは感染した男性を乗せたタクシー運転手です。新型コロナウイルスに感染した神奈川県に住む50代の男性は今月7日 JR 新横浜駅から新幹線と東海道線を乗り継いで袋井駅で降り、その後タクシーを利用しました。県はタクシー運転手を濃厚接触者として昨日 PCR 検査を行いました。結果は陰性でした。県によりますとタクシー運転手は今月21日まで自宅で待機し、保健所が健康観察を続けていくということです。